転しだるいですよ。ほら、帽子のすごい、これこういう発見がね、たまらないんですよ。コロナになる前です。2年ぶりの舞台で大阪公演の帰りにまた京都に寄って墓参りして、他の南禅寺とか行ったり、ここです。京都霊山護国神社、霊山か霊山かいつも分かんなくなっちゃう。じゃあ早速行きましょうか。小前さんにお邪魔します。よいしょ。ここからまだあるんだよね。ちょっとあの山の上の方、あの山の上の方まで登らなきゃいけない。来ました、維新の道。かっこいいよね。二十歳の時に初めて来てテンション上がったもんね。この維新の道見て、いろんなね諸説があるからね、本読んだり文献読んだりして、千葉先生の龍馬が行くは、あのあれは結局小説ですからね。あ、これは何やってんだよ。あっち内側の歩道いたじゃん、すごいのいたじゃん、ほら。あー、ちょうどこの木が、ちょうどこの木が日陰になってんだね。あー、こういうところちょっと霧吹きは禁止しておきます。もう絶対なくなっちゃう。旅公園仕様だったじゃない、あのスプレーだからさ、ちっちゃいんだよすぐ終わる。今回ね、霧吹きおじさん控えめ、ツヤゴケの仲間なのかな。とこうやってね、光合成できるように、ね、落としてあげないと。ここさ、この木格を見てるだけでも目になるもんね。コケと石と石倉、これ良くない？それでは早速入ってみましょう。とりあえずね、あの許可ももらわないといけないので聞いてみましょうか。龍馬のお土産がいっぱいありますけど、ちょっと聞いてみましょう。すいません、これって YouTube の撮影とかってしても大丈夫なんですか？皆さん、あの事件です。事件というか悲しいお知らせです。あの今確認しましたら、 YouTube の撮影はあの許可がしてませんということでした。写真はね、撮っていいってことなので、あのポイントポイントの写真を撮って、結果こっから後のお墓参りはスライドでご覧ください。それではスライドショーどうぞはい、そういうわけでですね、残念すぎます。動画はダメっていうことなので、ここからは僕のナレーションで
お送りしたいと思いますので、お楽しみください。ここはですね、龍馬さんだけじゃなく当時活躍した人とか名もなき選手たちがねいっぱいいるんですよ。入場料は大人300円で、小銭を用意しておくといいですよ。ね、チャリンチャリンチャリンって3枚入れるとガシャンと開くっていう。それで料金を払って左に曲がって階段を登っていくんですね。で、この階段を登っていくと、ここにほら見てください、ほらどこにね誰の墓があるのかもう一目でわかるんですよね。こんだけいっぱいいるんです。有名な人、無名な志士いっぱいいますけども、そういうところを見てね、ここほら坂本龍馬さんと中岡慎太郎さんのお墓があるんですよ。で、そこ上がったらこのねもうお墓までの道のりにもう苔が素晴らしい。普通によく道路にいるような苔というよりかもう廃苔が多いんですけど、基本カラカラになっても緑をキープしてワシャワシャ感がすごいんですね。こんだけワシャワシャしたらほら触りますよね。これ近くで寄るとね素晴らしい。この階段の脇を見てください。これツヤゴケの仲間かな、でね、この表札あるでしょ、この表札というか看板、こっちに行くと龍馬さんのお墓ですよっていうね、この看板を下を見ますとね、ほらこんなに苔むしてすごいでしょね。でまだある、これね、このお墓さんも山だからこうやって階段をこうやって登っていくんですよ。まあ、結構ね急勾配なところもあって、でもまあね苔を見ながら行くとほら見て、この手すりの下指あるでしょ、こういうところも、この雨の滴りがこうやって水になってこの手すりのところにだいたい苔が溜まっていくというね。石畳とか石段なんですが、都会のアスファルトとかにいるような苔とかよりかはもっと羽振りのいい苔がいっぱい点在してるって感じで、これでねやっと階段を上がっていくんですよ。上がっていくと山の頂上ではないんですが、この見晴らしのいい場所に来ると、見てください、龍馬さんの墓があります。ここですよ目的地は。見てください、坂本龍馬、そうちゃんとね墓石に掘ったで、この中岡慎太郎と一緒にこうやって眠ってるというね。諸説があったりするんですけど、龍馬も風邪気味だったりとかしたらしくてね、シャモ鍋を食べたいって言って下の方向の男の子に川瀬に行ってる最中に、その暗殺者たちがバッと来たのかな。2人の最後、こういうね解説も看板であるんで、来ることがあったらねぜひ読んでみてほしいです。そしてね、このお墓の横にはね、この2人の銅像があるんですよ。ちゃんとねこうやって龍馬さんにお酒をねお供えして、でほらよく見て、この銅像のところにもちゃんとバッチリ苔がいるんです。そしてですね、その坂本龍馬と中岡慎太郎の向いてる方がね、景色がすごいの、これですね。これね京都を一望してる感じなの、展望台みたいになってて、この上にもちゃんといろんな方のお墓とかもあるんだけど、このね龍馬と中岡慎太郎のこのとこだけをバーッと開けてて、でこっからの景色がねまたいいんですよ。この美しい景色を、京都のこの変貌を150年以上か170年ぐらいか龍馬はさ見守ってるんじゃないかと、そんな風に思いますね。はいはい、ただいまお前から帰ってきました。いや、映像ではね伝えることができないのはとても残念なんですが、もしかしたらちゃんと来いよって龍馬さんが言ってたかもしれないね。おまんら自分たちで来るぜよみたいなことを、ということを言ってるのかもしれませんね。だからぜひね京都に来られた際は、この坂本龍馬とかのこの勤皇の志士とかがいるところで、ちょっと石川が言ってた苔、まあずっと触ってた、本当ここね入って、こっちが龍馬さんのお墓の方行く、こっち側がねあれなんですよ、また石碑の下にまた可愛い苔がもうもういの、そこ触れるんで、こんだけ暑いですが皆さん熱中症に気をつけて、マスクもしてますから今のご時世だから余計ね、ほら体の中が熱が溜まっちゃうかもしれないので、ぜひぜひこの夏も乗り切ってください。それでは行きたいとこをあげたらキリがないんで、京都そろそろ東京帰ろうかなと思います。それでは皆さん
じゃあまたこの辺でバイバイ、ね、残りはね飲みながらコケ散歩しながら帰ります。じゃあねー、バイバイ。